えー、J2 第11節、えー、レノハ山口対ミトホーリーホックの試合は、えー、残念ながら1対2で、えー、敗れてしまいました。なかなか連勝はできないという感じですが、J さんまず、雑談からお願いします。はい、えー、なんていうのかな。なんか勝てた試合だったんじゃないかなというのと。うん。うん、なんだろう。かえってミトの様子を引き出してしまったというか。 うん、なんかいつも通りやればよかったなというのと、終盤はまたちょっと違うことでやればよかったのかなという、うん、なんだろう、うん、時間帯によってやっぱ正解って変わってくるんだなっていう,うん、うん、それはそうですね。いすはい。えー、6さん、いかがでしょう、うん、まあ、最初にね、相田選手が素晴らしい追い込みをして、うん、まあ、死書きうんうん。くれて、このまま。 前節に続いてという予感はさせたんだけど、うん、まあそこで逆に火がついたのが相手チームだった。と <laughs> いうことで、それを結局最後まで修正できないで、うん、まあいたなというのが、うん、まあ印象ですね。なるほど。なんかね、ちょっと、うん、また山口はあの、いわゆる山口の壁に、志垣さんも。 当たったなと。うん。いう、だからこれは単なる、この試合の負けじゃない。うん。確かに。というのがまずちょっとね、不安な。それは僕もああの後半で後々で語りたいと思いますね。最初に結論言っちゃうからごめんなさいね。<laughs> あのレノファー、山口が抱えるその問題点っていうんですかね、これは今年に始まったことじゃないのかなという、脈々と続いている問題点的なところは、ちょっと後半、語りたい部分ではあります。ということで、はいじゃあ、はいえと、スタメンから見ていきましょうか。J、えーうん、さん、この試合のスタメンを、えー、見ての、まず印象、まあ、メンバー見ての印象というところでいうと、どんな狙いを感じましたか もちろいや、狙いも何も普通にベストメンバーみたいな。要は前回勝ったから、ベストメンバーでいこうという、うん、ところですか、まあ。うん、他にちょっと今ないんじゃないかなっていう。他に考えようがない、このメンバーでいこうと。うん、と思います。はい。いはい、ロックさん、どうですかまあ、そんな感じですか。まあね、あのちょっと、平瀬選手はなかなか戻ってこないといかね、うん、心配ですね。気になる うん、あのこのメンバーを見るとね、あのうん、サブにも入っていないんで、うん、ある意味でいうと、なんか平瀬選手がいなくなったら、だん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 、なんかこう、山口の月が、なんとなく徐々に徐々にこう降りてきてってるのかなというかね、うんうん、なるほどねちょっとだからそういった意味では、やっぱりあのこの試合なんかも、ああいう点の取られ方を、 うんまあ、しているということも含めて、なるほどちょっと、あの、自フェン人にちょっと不安がありという感じですね、うん。ちょっとラッキーボーイ的な存在のいないところというところですかね。うん、そうだね。うんなるほど。はい。えー、ということで、えーまあ、立ち上がりから見ていきたいのですが、立ち上がりは悪くない入り方で、まあ、チャンスも作っていてと。 いうよううよなな感じかなと思うんですが、まあえー、と気になるところで言うと5分かな、えー、ちょっとカウンターっぽい形で辛抱選手のクロス、えー、中に結構人数も揃っていてみたいな形で、まあ、こうい,いうん、いいシーンが、えー、作れていて、まあ、やっぱり今年のレノハのいわゆる、なんというかこう入りは慎重にと、えーうん、いうところ、まあ、3分にもそうだね、クロスいいクロスが1個あって、ここも中3人ぐらいいてと。 いう感じで、まあ立ち上がりにこういうチャンスを作っていた、まあまたね、この試合ね、あまた雨っていうのもねちょっとあったんだけど、ジェイさん、どうでしょう、この辺りの立ち上がりはいや、立ち上がりはもう、うん、いつも通りというか、これでいいっていうアイ、うん、だったので、これを続ければよかったんだろうなと思うんですけど、うん、なんかそうなんなかったなという。うんうんはい それは、えー、じゃあ、ゴールシーンにいきたいと思いますが、まあ、それでこう早めに、まあ、ゴールを取るまでも本当に中盤の潰しなんかも、レノフはこの試合、ここの点取るまで、見事な潰し、ディフェンスなどもしてましたよね。うん、その中で、その流れもあって、うん、え10分、まあ、ゴールキーパーからのビルドアップを、まあ、見事、えー、まあ中盤の、ね、ボランチの間選手があそこまで出ていって、 えー、引っ掛けて、まあ、若月選手が拾って、うんえー、という感じで、えー、最後は野寄選手が決めたという感じですが、うん、ジェイさん、このあたりのマイ,マイプレーなんかも、まあ、綺麗にはまったなって感じですがそうですね、ちょっと水戸が不用意に来てくれて、うんうん、ちょっと、まあ、キーパーのありえないトラップミス <laughs> というのが、はい、発生したので、はいうん、これ何だろう とね、でも僕、これ、まあ、確かに今年のジャンのいいところみたいな部分ではあるんですけど、うん、まあ、大ブラッキーだったなっていうのがあって、<laughs> うん、この中プミスするっていうのと、うん、<laughs> あそのあと、若月選手が、ね、冷静に、ノイベ選手のとこ見て出したんですけど、はいうん、それも結構あのシュートは2人いるところに蹴り込んでて、うん <laughs> これ、これだったらもうママッキーだよなっていうのが。え何、何べき このシュートが電車当たってそのままゴール入ったって、あの結構人がいる場所にぶ蹴り込んでしまってるので。ああ、なるほどね。ラッキーだったと。も結構、も結構ラッキーだったよなっていうのがあって。なるほど。ちょっとせっかくのこういういろいろこっちにいい風に転がんできたのを、なんかミスミス手放してしまったなっていう風にちょっと見直してみると、うん、そっちの方が強いですよね。うん、してやったりというよりは。うん、うん。人がせっかくやらかしたのになんかここで、 このまま畳みかけたかったよなっていう。うん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 。まあ、ある程度こう、ミトがビルドアップをしてくるっていう想定もありつ,つ、そこをまあ、えー、ペナルティエリア内、まあ、もうプレッシャーに行こうというところの狙いに、まあ、相手がミスをしてっていうところかなと思うんですが、ロクさんどうでしょうこの辺りのゴールは。先生点先生点。生点いや、これはね、 相田選手よく、うん、あの多分バックパスしたセンターバックの選手はそのままダイレクトに蹴ってほしいという意思を込めたバックパスだったにもかかわらず、なるほどで、あのー、普通は相田選手でなくても、うん、普通はあそこまで行かないよ、取りに。うん つまり、相田選手のあの動きってロ,ロジックで考えるなら、キーパーが足こねるって前提でい,いかないと絶対いかないですよ、あんなとこまで、うん、ダッシュして。うん、でも逆にそれを見せたことで、うん、相手選手がトラップをミスを誘発して、うん、まあ、その後得点が生まれたっていう形なんで、あのプレスは前線からのプレスがはまったというより、単に相田選手の一つの 野心というか冒険心、冒険心というか、うん、まあ、それがこう、なんか生んだ、うん、あの、得点で、決して僕はラッキーだと思わなくて、なるほど。それで、このアイダイズムが今、なんか多分山口から、僕はなんか失われつつあるような、うん、なるほど。気がして、川の幸太はどうしたんだっていうことにもなってくるんだけど、逆に言うと、やっぱりこれ、 水戸がかなりあのー、山口を研究して、うん、まああの梅木選手、相変わらずポストプレーはすごい安定感あるんだけど、うん、結構あのこぼれ球をあんまり拾えないというか、うんうん、まずとにかく梅木選手のポストプレーを、うん、あのー、ボールのこぼれ球も含めて山口のペースに乗させないっていう、すごい僕は水戸の。うん あの意思をまあ感じたね。で、そのあとほら、なんかね、得点の先制点のきっかけになった今度は、相田選手がまた今度はマイナスヒーローになっちゃうわけじゃないですか。まあ、ここら辺が皮肉というか、この天国と地獄なんですよ、この10分から12分にかけてね。 はいはい、山口にとって。うん、なんかこの最初の、これがなんかその、この試合のなんか、すべてをなんかこう、言い表しているなと。なるほど。うん、そ,そして、いつものように2失点目は、うん、安っぽい、JA が言う安っぽい失点だよね。うん、めちゃくちゃ。ああ、これまで何回見てきたことかっていうようなね。<laughs> うん もう点の取られ方で、ああ、また元に戻っちゃったよ、みたいなね。うん、まあ、そこら辺は監督のマネージメントも含めて、うん、結構僕はやばいなと。で、うん、要するにはっきり言って、えー、栃木、群馬にと、うん、って、この北関東の3チームと、連戦で当たるってことの意味、 うんうん、をチームとして、選手として、どこまで共有してるんだろうと、うん、これはっきり言って、シックスポイントマッチが3連戦続いたわけじゃないですか。しかも今、非常にこうその中でも抜け出ている山口が、うん、まあここでどういう結果と内容を見せるかというのが、今後を占う上で僕はも,うものすごくこう分かりやすい。うん 三連戦だと思っていたけど、うん、結局、下位に沈むチームに対して、一勝一敗、一分けかな、うん、つまりイーブンということなんですよ、彼らと。それ以前の星、取票を考えなければ、うん、どっこいどっこいってことなんですよ、内容的にもね。なるほど。だから、このあと、まあ、鹿児島戦の後は上位チームと当たるじゃないですか、仙台ですね。うんうん まあだからそこら辺に向けて僕はなんかものすごいいいメッセージをこの試合から受け取りたかったんだけど、うんうん、大丈夫かなちょっとこう不安が残る3連数になってしまったってことですね <laughs> そうそうそうなんかね先がなんか先行きがちょっと不安になるようなここで、ね、何ポイント稼げるかっていうのが結構 これ大切なことなのに。うん、まあね、ホームで雨というのがもうなんか、未来府で雨、山口ダメっていうのがなんかさ、生 <laughs> 事実化しそうだよね。<笑><笑>なるほど。うん、<laughs> はい。えー、まあじゃあ先生ゴールのシーンはそんなところにしていきますかじゃあ失点シーンに、うんえー、行きたいと思いますが、まあこれは本当直後のプレー ゴールした直後のプレーでハンドになってしまったということで、まあ、野り選手の右手に当たったと。あれ、野り選手はさ、はい、なんか俺に任せって、なんか合図で右手上げたのかな。なんか最初そんな感じでしたよね。それで、そこに当た,った当たっちゃったんだよね。ここで。位置出した手にボールが飛んできたっていう感じでしたね。 うんまあ、そこに飛ばしたら大したもんだけどな。<laughs> まあそういう意味でも、偶然っちゃ偶然のまあハンドではあります、ね。うんうん、アンラッキーなハンドという感じはありますが。ジェイさんはどうですかそのあたりが。そうですね。この、なんだろう。まあ、ハンド自体で言うと、こっち肩っぽさもある。<laughs> うん。どうかなこれ VR 入ったらどうなんだろうみたいなのがありますけど。うんうん ちょっと気になったのは、キックオフですよね、水戸の。なるほど。キックオフからのワンプレイ目じゃないですか、これさ、綺麗そうですね。そのまま来てますね。はい。で、ちょっとなんか、すごく球際軽く来て、うん、攻め込まれてるなっていうのがあって、うん、一発目なんか、ヘランがクリアっぽいパスを出した時に、梅木がトラップをするんですけど、後ろの木で。はいはいはい。なんかちょっと大きくなって、そのまま後ろの選手狙われてて。 その,そのすぐ直後の玉木屋も池上選手が行くんですけど、ちょっとなんか足だけになっちゃって、うん、分かれてでいきなり、いきなりゴール前まで迫られてるっていう、ちょっとこの先制した直後にめちゃめちゃ緩みが出たんじゃないかなっていう、なるほどまあすごく感じます。だからさっきの,そのゴールがそんなにめちゃめちゃすごくいいゴールかと言われると、うん、ちょっと個人部分と幸運の重なり部分とかあった中で、うん そんなに楽観できるような感じじゃないのに、なんか,なんかちょっとこう、満、ま、身、あ、じゃないですけど、うん、なんか、水戸がすぐ仕掛けてくるっていうのは、あんま想定してなかったのかなっていう感じもありますね。あと、まあ、この手で言うと、多分直ナビ選手からすると、後ろを追い越してくるから、マーケット受け渡して自分がつくよっていう、うん、そんな感じだよね。うん表示だと思うんですけど、そんなずっと上げっぱなししなくてもいいんじゃないかなっていう。の まあそう、ね、結構長い間手を挙げていたっていうのは。まあね、それはね、ノヨ<や><な>選手ね点、点決めてね、もうアドレナリンがこう、だか <laughs> らなんだがこがこはあんまり言う、アドがこう、アドルナリンがこう、アドルナリンがこう、アドう、アドルナリこう、アドルナリこう、んドルナリこう、こう、アこう、アドルナリこアンラこキーとしか言わないのかなといこう,、うん、う、ありますうん、りのもがこのう、アドルナリンう、アドルナリンがこう、アドルナリンがう、が 結の、ね、ワンプレイでここまで来られちゃったのが、まあ、そっちの方が問題じゃないかなっていう。うん、確かに。あのうん、まさに、その、水戸は入れられたことによって、これはもう俺たち絶対負けられない試合だからって、ギアを上げてる感じありますもんね、このプレイでね。行くぞって、まあ、前に行くぞっも。それはね、点取られたら取るしかない,ないからね、選択肢はね。そ,それでそにれたら はいそう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 いう感じになってるんですよねまあねこれね長井選手のシュートはめちゃくちゃ良かったねまあそれはそうですねねえ、うん、しかもその最初の連覇の失点の引きが得点の引きが抜いたのも長井なんですねこのバックパスあ<ー>あ<れ>そっか多分相田選手が来てるのあんま感じてなくてもうプレスを誘発するようなバックパスを なるほど、うん。相田選手がそのまま追いかけたくなるような爆発を出してしまったっていうところで、ほん本来ならね、長,長い選手がもうこのまま先輩になってもおかしくないんですけど、確かにね。だそこでこう逆にすごいヒーローに反撃ののろしになって、なんか思いっきりリセット以上の効果がこの同点に。そうだよ、でこんなことはああそれがありましたね、本当に。<だ> <laughs> その後あのこの88番、長井が、あのちょっとね、たぶん脳震とトの疑いで交代したと思うんですけど、はい、だいぶ猛威を振るってたので、この同点ゴールが完全に水戸の息を吹き返してしまった、それ以上に息を与えてしまったみたいな、そうです、ね、直後の、直後の同点点いうのはちょっと痛かったですね、時間帯的に。つまり、この得失点に長い間、両チームのキーマンが。 絡んででたってことですねそうですね。<laughs> まあ、これシュート自体は、うん、シュート自体は、えっ、ー、と、レノハの誰に当たったのかな、これ。間。間選手に当たって、えっ、ー、と、まあ、ボールということで、また抜けた感じ、これは。いや、体に当たって。体に当たってんのか。かうん。これね、間選手はね、あのー、本当に、 踏ん張って、仁王立ちして、うん、正面からこのシュートをブロックしたんですよ。なるほど。でもやっぱシュートが強すぎて、うん、まあ体を弾いて入っ,ちゃった、うんだ。うま,またまたまたなんだいや、またっていうか、無事ようとしたところのかかとに当たったのかな,なんかうんでもこれ、そんな悪い対処じゃないんですよね。体は さ最後には横向いてますけど、最初から横向いてたりとかじゃなかった正面なんだよ。うん。そうなんですよ。で、多分最後にこれ自分のまた通りそうだなって何とか閉じようとしたところにーー。それでひねったわけ、体をちょっと。うん、多分最後にひねったのはそういう感じだったんだと思います、これは。足元ん。ボールにちゃんと直前までは面を大きくして正面向いてっていう。うん、僕はね、これ常々思ってることだし、うん、言ってることなんですが、うん。 あのペナルティエリア内でディフェンスは後ろに手を組んじゃだめで、うん、前に手を組んで、うん、来たボールに対して対応しないと、結局逃げちゃうんですよ。うん、体がそれちゃうわけ。うん、だあんなそのやり方が今、世界的になってるって、これもね、本当、うん、フットボールのなんか不思議でしょうがなくて、うんうん、あれは。 肘を下ろして両手で組んで、ぐって正面で、うん、あの相撲さんがこう思考を踏む前のね。うん、ああいう姿勢でボールなり敵に向かっていかないと、うん、両手を自分からバランス、手でバランス取ってるわけだから、ロクさん音が聞こえなないな、うん、あ手でバランス取ってるわけだからさ、うん、このなんか守備のやり方っていうのはもう本当なんか考えなきゃいけないんじゃないのって常々俺は思ってるんだけどね。まあ 要はハンドを、まあ、警戒する回り方に今はなってますよねそうそうそう、私はだからもう、ある意味で言うと、ホールドアップディフェンスなのよ、俺から言わせると、これは。うん、ディフェンスは両手、両腕、うん、全体のバランスを取る、対応力、うん、適応力取るために絶対必要なのに、それを自ら自分たちで封じちゃってるっていう、うんうん、ああいうこのハンドの一つのルールのためにね。うんうん 僕はこれは本当にサッカーをダメにする、うん、まずはルールだと、やり方、うん、やり方だとまだ違う対処の仕方。うん。僕はペナルティーエリア内であの、この現行のルールが変わらなければ、うん、そういう対処の仕方をなんを考えないといけないんじゃないかなと、うん、なるほどまあそんなこと言ったって、実際やる人は、黒田監督ぐらいしかいないと思うけどね、うん、そういうこと。 <laughs> そうだねって言って、<laughs> じゃあやろうっていうのは、黒田先生ぐらいいいしかいないと思うけど後ろ手で組むって、多分さ、クロスの時はこれでいいと思うんですよね、サイ,ドうん、サイドのボールがある時っていうのは、うんあの、思わず横を通るボールに手が出ないようにするっていう、うん、ところだと思うんですけど、でもこれもいいかもしれないですね、前で組むのとき、ね、正面だったら。 いや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 、正面で来たら絶対体反れちゃうって、瞬間的に後ろに手組んでたら、そこでもう肩がが、ね、いやいやまあ、前、前で。あ,あそうそう。フリーキックの時みたいに、こう前で組む。や本当そう、まだいいのかもしれないですい、うん、理解できないようで、これ。<laughs> 自分で見てて、はっきり言って、僕は恥ずかしいですよ。こんなディフェンスは。読ま <laughs> 思わない あの、イタリア人はね、うん、前、前結構多いですよね。うん、前にするうん、うんこう。こういうブロック。そう、あの、だいたいこエンブレムのところをこやってるっていうのがさ。うん、まあまそ一、一時期流行ったよね、一時期ね。一時期流行った。うん、あと、ほら、首のところにね、首をに当たった時に防ぐためにるたなるね、あれね。うんうん。まあ、でも、 そうですね。後ろで組んでると多分足出す反応は遅れますよね、きっとね。絶対遅れるし、体最後逃げちゃうって。うん。そういう場面で。相田選手はよくやってたと思うけどね。相田選手は多分ギリギリまで我慢したんですけど。我慢してた。これ本当ギリギリ。足元はね、足元は難しいんですけど、自分の体に来た時に結構横向いちゃってる選手多いです。おい。せっかく面作ってのに、自動ドア、ボールが来た時にはドアが。 たそれやられたらキーパーたまんないよね、自動ドアになっちゃったらね。<laughs> 一番一番四角から来るやつなのね。<laughs> うん、<laughs> 確かにね。うん、ねそ昔、たぶん、ペップグラ、ガールディアラの指導動画みたいなのが多分出回ってましたけど、うん、絶対横向くなとこブロックするきに。 それはうまくもうちょっと姿勢も含めて考える必要があるんでしょうね。そう。そう思わず横向いちゃわないような姿勢を取らないとっていう。確かに、ロックさんの言うように、こうやって前でこうやって組んだら、<う>確かにこう横を取らない。<う>確かに、それはそうだね。うん、体側の向きが逃げない。逃げないね。こうやって皆さん一回やってみたら分かると思うんですけど、ロックされないね、体がね、こうでね。そういうこと。 そういうこと。なで確かに。この時にこういう姿勢取ってる人結構います。結構いる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 。フリーキックがやってきてなんでさ。確かにね。確かに。流れの中で。これだじゃあハンドならないっていうはずなのでこれこれだったらこれは反動ドならないですね。はい。これでは手に当たっ。向いてこうなったらダメでしょ。ダメですけど。こうなってる以上は。こうなってる以上大丈夫で。これはあの一応ルール的にも問題ないと。自分の。 体、溝打ちとか守るためにはこっちの方がいいのかもしれないですよ、ね。正面、ブロックの時は。<laughs> 確かに。これだってさ、肋骨なんかに当たったら、ああいう資金のシュートって絶対さ、肋骨やられちゃうよ。うん、腹だったら、らまだ腹筋があるからいいけど、うん、だから自分の身を守るためにもあんな無防備探すなよって。これはな恥ずかしいよ、あれ、あのプレーは。はっきり言って。うん 確かに。危ないしね、うん、本当に。うんうん。瞬間的に顔を着たらどうするんだって避けられないよ、これ。そうっすよね。うん。確か瞬間的に顔を着たボールって手で防いでもハンドにならないとかってありましたよね、昔ね。今どうなんだろうね、それ。今のルールで言えばハンドでしょあ。今のルールだとハンドなんですかね。顔に着たボールって昔は手で防いでもハンドにならなかった。ハンドだよ。 ハンドか、今は。もう、ブロだってるか。ついてるかどうかの判定。うん、うん。なんか顔面はその危険だから、危険を防ぐ手に当たったボールは、基本的にはハンドにならないというふうにはルールで。うん、あとね、結局ね、そういう細かくしちゃったことで、現場で混乱を生むから、上がったらハンドってさ、細かい最速はつけないようにしたんだよ。うん、審判が大変になっちゃうじゃん。 ハンドはみんな常に混乱し、結構変わりますしね何回も。うん、ハンドってシンプルな反則に見えて、一番難しい反則だよね、うん、今ね。常に何が最新の情報かよく分かんなくなってそう。そう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 。なんかさ、<laughs> 結局 VAR もこれをハンドが利用するためにあるんじゃないかっていうようなさ、まあそうですね、うん、それ。印象だよね オフサイドと、まあ、ハンド、まあ、この2つが一番大きい要素ですよね。はい、えー。で、まあ、じゃあ、そうそう、ワンプレー目に、まあ、ほぼワンプレー目に追いつかれてしまったというところなんですが、うんうん、まあ、何がきついって、その後ですよね、J さん。追いつかれてから、うん、えーっと、ミ到のゲームですというふうになりました。うん、そうこれは何が起きたんでしょう だろうなまず人に行けてない。<し>全く人に行けてない。ボール自由にずっと回されてるという感じで、それにボールをこう回されてることに対して何て言うんだろう。自分たちのプライドも傷ついてないぐらいそのままやらせてますよね。普通だったらムカついてゴンって言ってもおかしくない。<laughs> ところがそのままずっとやらせてるんですよね。これ守る気あるのかなっていう感じになってるんですよ。この失点以降ずっと。Okay, ーにあまり行けなくなくって、うん、ちょっとね、三笘、三笘で確かにちょっと来る前に早めに前につけちゃうみたいな、こう、プレス行きにくさは醸し出してはいるんですけど、うんうん、それに対してなんだろうな、逆に出のが付き合ってよかったと思うんですよ、全然。まあ、結果もかもしれないですけど、なんかこう、なんだろうな、でこっちもつなぎます、まあ、こっちもでも見と三なんかにつないでるというよりは、 結構早めに前にさせてきてたので、今、うん、ちもじゃあ、いや、うちはじゃあ、どんどんうめきに蹴りますようで、よかったんじゃないかと思うんですよ。多分そっちの方が嫌だったと思うんですよね、最初の、なんだっけ、10分のさっきの、うん、あ、じゃあ、先生の前か、うん、えと5分か、さっき、たつの最初に言われたら、ああいうシーンみたいにガンガン、が、うんがんロングボールかクロスを入れていく方が、はいうん、水藤はなんかめちゃめちゃ決壊しそうだったんですよ。そうですね、うん <laughs> なんか、あえてプレあ、向こうのやりたい好きなプレッシングを引き出させることはなかったかなっていう。<laughs> そうなんですよね。うん、ミクトはどんどん前に来る。なぜか、ちょっとこう、2失点目の前から結構、つなぐ回数が増えてきてて。はい 同点になった後か、同点になった後から、<あ>なんだろうな、んかどういう心理が働いたのか、はい、ちょっと難しい感じがあるんですけど、ちょっと一回落ち着けましょうよっていう感じだったのか、本当に三田に、逆にずっと三田の良さを引き出させてしまったのでそれが。ずっとやってんですよ、それを本当に。まあまあ、僕はね、この後ね、梅木選手がもう徹底的にマークされてね、うん、うまくポストプレーできないんですよ。ほんで、出しどころがなくなっちゃったと。ほ、うん、うん、で、前へ前へ早くつけて、なおかつ横幅も。 ね、山口が本来横幅を使わなきゃいけないのに、うん、水戸に逆に横幅を使われて、うん、あのね中央で23分、うん、あのわやというシーンを連続して作られたわけじゃないですか。まあ、その後に失点すんだけど、うん、まあ必然の失点かなみたいなね。うん、必然の失点ですね、これはほん。うん だからビルトアップのボールは全部ことごとくかられちゃってるわけですよ。はい。はい、ね。はい。もうむ、水戸は練習通りって感じですよね。うん。うん、うん、じゃあ、その時にどういう選択肢があるのかって言ったら、うんスペースに向かって蹴るうんとか、まあ、それは多分、監督もそう思っていたのかもわかんないし、うん、そう修正できないうちに、 またセットプレーから。うん。やられちゃったっていうね。うん、この辺のなんか、うん、中、修性力、対応力っていうところが、ちょっと大いに気になる試合でしたね。うん、このまま水戸のペースでやっていいんか、いや、これはもう一回長いボール蹴ろうよっていう、なんか長いボールを蹴れる、なんつうの、その状況作りみたいなのも、 まあもう、なんか、そういう考えに働いてないじゃないですか、頭が。そのまま水戸に、<laughs> 水戸いらっしゃいっていう感じでずっとボール回してる。なんかね、シンポ選手のね、位置が、いわゆる通常のサイドバックの位置なんだよね。うん、うん、全然なんか高い位置じゃないんだよね。ううううん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 ,、うん。だから、いわゆる今の山口の一つのストロングである、うん、左サイドがちっとも活性化しない状態で、うんうん でこの試合、多分、全体を通しても、辛坊選手は、アーリークロスがほとんどで、うん、裏取れたの1回か2回ぐらいしかないんだよね。まあ少ないは少ないですね。うん、少なかったね。うん、まあそういった意味では、なんか、水戸の罠に余ったのか、うん。あまりにいったのかって感じする。ね、うんうん。ちょっと。で、しかもほら、前半終了間際に、はい あの梅木選手はイエローをもらったじゃないですか、そんなラフな選手じゃないんだけれども、うん、やっぱり梅木選手も相当ストレスがたまってたんだと思うけどね。うんそれはそうですね。ねえ。まあ、ずすごい激しくされてましたからね。うん、ねえ、いや、結構激しくされてたね。うん 今こ持たれてる時間帯見てたら、なんか、ツートップの前を横断されるパスが多いなっていう、うんうん、なんだろう、こっちのプレスのスイッチを、なんか、いろいろしっかり見られてて、うん、配置取られてんのかなという感じもしますね、なんか。山、うん、口はプレス行きにくい場所はここだぞみたいなうんで、うん、しっかり、人が。 リサーチしてたのかなって、うん、それにしてもレノハもちょっといけてない感じなんですよね、うん、なんい、うん、くならいくでもう少しビシッといけなかったかなという、うん、なんというかねゴールキックからつなぐの全部狙われてそのまま相手に取られてるっていうのをね、うん、気になりましたねこの時間せっかくこうボール取っ,なかな、まあ、ちょっと心理がマイナスになってたんですけど、ね、せっかくボール取ったんでちょっと大事にしたいなという、うん なるほどね。心理がちょっと強かったのかな。蹴るよりも、ちょっと大事にしたいな、で、うん、もう少しボール持ちたいなっていうのが、なんかそれぐらいちょっとうまくいってない感触があったんですかね。今年はそういうところにあんまりこだわらずにサッカーやってきたと思うんですけど。ボールをでもさ、長く持ちたいんだったら、中央の前に入れちゃダメだよね。自分たちが調子悪いと思ってボール持ちたいんだったら、もうとにかく後ろで持ってなきゃダメなのに。 なんかね、相手にどうぞボール取ってくださいっていうような感じで中に入れてってるから、それじゃあ、いでる意味はないんじゃないかい調子が悪いと思ってんだったら、もう本当にキーパーと最終ラインのところで回しときゃいいわけであって、外側で回すっていうね、基本ですけど。うん、いや本当になんというか、ここの時間帯はもう失点してから以降はほぼいいところが。 まるでないということになってしまった。うん。まあ、この時にやっぱりこう修正を選手内でかけられるっていうところは欲しいですよね。ハーフタイムにならないと修正できないんですかっていうことになっちゃうんで。で、結局失点するまでずっとこうという。えー、結局まあ30分、29分。まあ、えー、そこで、まあ、<laughs> えー、つなぎのミスから取られて、まあ、それはだってこれ失点するまでそうずっとこうなるよねっていう流れで失点してるから必然の失点なんですよね <laughs>、うん。しかもちょっとこう、だんだんこう、ちょっとボール持ちたいよね、ラインもだんだん下がってきてて。そう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 ,そう危。危険ゾーンに入ってきてる感じ。よく下田さんの時にあったこのあ危ない危ない、次に渡せ渡せみたいな感じ。<laughs> の連続がつながって最後取られて、そのままになっちゃうと。まあなんかこう、ちょっとや,やばいからこそつなぎたいっていうも分、まあ、かるんですけどね、なんか、決定、うん、してたくないっていうのは。まあだからあの、二失点目のボールの奪われ方も、はい、あの前選手を見ていると、うん、池上選手が自分にパスを出すとは思っていなかったよね。うん、慌てて寄りに行ってるわけだから。 確かにね、そこを重れてるわけだから、かだから前選手としては、うん、もう池上選手がそのまま縦つけてくれるのかなと、サイドの方にね。うん、って思ってたと思うんだよね。うん、だからそういうとこからしても、お互いの,、うん、その選択肢、プレーの共有というのが、やっぱりこうできていないから、そのああいう結果になってしまう。っていった意味で言えば、 これまで見てきた山口、悪い意味での山口らしさがね、うんうん、この失点は象徴していると思うよね。はい、まあヘナン選手がね、頑張ってブロックに入ったけど、うん、逆に入ら,入らない方がよかったなって感じだってなっちゃったけどさ。うん、まあ、ふふうんでしたよね、ちょっとねうん、うん。まあね、ダメージはね、正直言って大きいと思う。 ああいうじ、まあ、ブロックしたね、体に当たって連続に失点っていうのはね。ああ確かにね、精神的ダメージは大きいですよね、うん、こういう点が2つ続くのはね。うん、ただ、でもそこにまで招いたのは自分たちの必然性なんだよなっていう感じではあるんだよね。<laughs> 最終的にはアンラッキーなんだけど、うん、この状況になってるのは完全に自分たちが出招いてるというのは間違いないんでね。 まあでも2対1で前半をね、終えれば後半は、うん、まあ、監督、うん、まあ修正、ね、メンバーチェンジも含めていろいろ手を打ってくるだろうなというね、期待はあったよね。うん、っていうか、そこにしか望みがなかったっていう感じかな、期待あったっていうより、うん、もうそうやって、そこに希望を生み出さないとっていうぐらい、前半はしのぐしかないだろう、これはっていうね、感じではありましたね。うん しかも雨が激しくなる後半ですよね。ねはい。ねえ、まぁ、あ、3人もこう、はいた池上に入ったところの選択肢もちょっと分かんな,くはないんですよね。相手が避難までこれはもうプレスに来るだろうっていうのがあるので逆をついて、うん、で、ジョージが正確に前ちゃんに落とし,落として、 その後この間かな間につけてれば、めちゃめちゃ華麗な脱出劇というか、うん、の今年はもちろんハイブリッドですねっていう、絵も見えなくはない。けど、まあ、そこまでの流れでそこまでのディスコせよべきだったかっていうところは、ちょっとさっきの繰り返しみたいになんですけど。うん、まあ、その前も全部刈られてるからね。<laughs> 一回バチコン行,行っておくべきだったので、うん。なんかそんと、そういうところのバランスはちょっとね、 書いいててたなっていう気はするよね、まあ、だから逆に、まあ、自分がよかれと思った選択肢が逆にそれがマイナス方向になっているっていう、うん、まあことだよね。うん、おかしいですねこう。例えば瞬間瞬間、このパスは正解だってかもしれないけど、うん、次の次まで考えるとどうだっただろうっていう、ねうんうん、難しさですよね。いや、本当そう。うん はい、あとは前半なんか気になるプレーありますかだいぶ前半だけで語り切っちゃう感じになっちゃってるけど。後半に期待だよ。後半に期待だよ。後半に期待。<laughs> 前半、だいなんかだろう、メモったプレーあるかなあとは、前半気になったプレーは。まあ、そうですね。まあ、脳震盪はちょっと心配だったっていうところぐらいでしょうか。<laughs> ちょっとね、激しくなってましたね、前半終盤かなりね。 ということで、一旦前半ここで切りたいと思います。えー、後半は、えーまあ、ちょっとそのデノファが、えー、こうずっと長年抱えている問題点、まあ、闇についてもちょっと触れていきたいなと思います。えー、後半に関しましては、6ダスの、えー、有料会員の皆様向けに。 お届けいたします。概要欄に六ダスのリンク貼ってありますので、ぜひ、えー、この機会に、えー、入会をご検討ください。はい。では、後半入ります。